今はバンダイナムコゲームズのブースの前ですね。今年はね、特に本当に気になるタイトルがたくさんあります、今ちょうどプレイズの真っ最中のエースコンバインフィニティの話ですね。あとは横にある、ゴッドヒーター2、この2つゲームがね、僕はすごく気になります。バンダイナムコゲームズといえばアニメを元にしたファンが喜ぶゲームをたくさん作っていますね。ガンダムをはじめナルト、ドラゴンボールなどなど、最近出たジョジョもかなり人気ですね。 OK, let's go! ここにガッドヒーター、ペスペの番でめちゃくちゃハマったので、今ペースビターに出るのでめちゃくちゃ気になる。ゴッドイーター2は前作に引き続き、世界を喰らい尽くす荒神に人類が脅かされる近未来が舞台になっています。4人までの協力プレイで兄弟モンスターと戦います。2013年11月14日に発売予定です。今回は PSP と PlayStation Vita にも出ます。これは PlayStation Vita に外せないタイトルだと思います。その隣で Tales of Symphonia Unison of Park を試すことができました。名作 Tales of Symphonia と Tales of Symphonia ラタトスクの騎士が一つになってプレイステーション3に登場します。2013年10月10日にプレイステーション3で発売予定です。この夏にかなり話題をねになったエースコンバインフィニティ、そこでちょっとねちゃんとここで遊べます。このエースコンバットは初めてのオンラインムルチプレイヤーゲームです。エースコンバットインフィニティはプレイステーション3で2013年配信予定です。しかも基本プレイは無料です。横ではディズニーインフィニティを試すことができました。このゲームではディズニーの有名なキャラクターたちと遊べます。海外ではすでに発売されてますが、日本では11月28日に Wii U と Nintendo 3DS で発売予定です。さて続きましょう。あ、これから反対側に行きます。ここはすごいでかい画面があります。ガンダム、ガンダムすごいな、でかい画面が。ここジスター・ビクトリー VS、ありがとうございます。いや、さすが僕よりもよろしいと思いますけどね。で、ここはもういろんなキャラクターたちで分かりますね。トリコ、悟空、ルフィ、クロサギ1号、ナルトなどね、たくさんのキャラクターたちがあります。このゲームなんとね、Gスタービクトリー VS というゲームなんで、たくさんの、有名なキャラクターたち参加する、アクションゲームなんです。ちょっとそちらから、ね、行きたいと思います。ここでこのゲームを試すことができます。 J スターズビクトリー VS は悟空、ナルト、黒崎1号、ルフィ、トリコ、銀時、剣心、グーンなどなど、たくさんの有名なキャラクターが登場する対戦格闘ゲームです。ゲームが始まる前にキャラクターを2人選べます。1人は自分で操作し、もう1人は CPU か、もう1人のプレイヤーが担当します。さらにサポートキャラクターを1人選べます。それぞれのキャラクターの特徴があって、例えば悟空だと飛ぶことができます。銀時ならバイクで移動できます。さまざまなアニメの世界がステージになっています。今のところ2人プレイが可能です。 PlayStation 3と PlayStation Vita で2014年に発売予定です。じゃあ次行きましょう。まあ、ドラゴンボールファンならねきっと遊びたいゲームですね。ドラゴンボール Z バトルオブ Z、2011年の AOU で紹介されたアーケードゲーム、ドラゴンボール全開バトルワイヤルを思い出しますね。ドラゴンボール Z バトルオブ Z では70人以上のキャラクターが登場します。ネットワークを通じて4人のチームで8人までプレイが可能です。それに合わせて様々な連携技があります。
マップやターゲットロックのシステムをマスターすれば操作は割と優しい。実際に4人で連携プレイを試してみたいですね。2014年に PlayStation 3、PlayStation Vita、Xbox 360に発売予定ですが、ゲームの開発が 90% ぐらいできてるようなので、いよいよでしょうね。わあ、かっこいい。後ろからのカメアメア。戦闘性やブレイブルソージャースを試すことができました。この対戦格闘ゲームでは50人以上のキャラクターが登場します。必殺技の編出がかっこいいし、しかもストーリーモードも充実しています。このゲームは戦闘性やのファンの心をつかむでしょう。2013年10月17日に PlayStation 3に発売予定です。 PlayStation Vita 版のガンダムブレーカーを試すことができました。僕はすでに PS3 版で結構ハマっています。プラモデルのようにモビルスーツを組み立てて大勢の敵と戦います。10月31日発売予定です。新ガンダム無双もありました。ボリュームがすごいことになっています。モバイルアーマーも操作できます。12月19日に PlayStation 3と PlayStation Vita で発売予定です。ガンダムエクストリーム VS フルブースを試すことができました。アーケード版はかなり人気がありますよね。その人気対戦ゲームが PlayStation 3に登場します。2014年に発売予定です。ここにね、ガジーターのグッズはいくつかあります。ブースにはゴッドイーターの関連商品が展示されていました。関連商品といえば、バンダイナムコゲームズのグッズ販売コーナーでもゴッドイーターの関連商品がありました。 T シャツや指輪などいろいろありました。テイルズ・オブ・シンフォニア、ユニソノントパックのもありました。最後にアイドルマスターのコーナーで番組を終わりたいと思います。今回もバンダイナムコゲームズのブースにあったゲームを全て見せることができなかった。最後まで見てくれてありがとうございます。それではさようなら。